2022不幸自慢コンテスト。エントリーナンバーポチー !14 でございますね。14はニックネームゆるいよな。ゆるいよな。ガバガバ。はい。<laughs> ゆるい女で来たか、ニックネーム。すいません、ニックネームゆるい女で来るとはちょっと思わなかったんですけど、まあ、行きましょう。はい。 えっとゆるい女さんのゆるい女さんどっからだ結構ねいろいろ書いていただいてるんですけど結構書いてるなはいあ結構コピーがうまいですね <laughs> とうとう嫁に行けない体になりました2万円稼ぐために告白します大恥です <laughs> なかなか冒頭これは これはキャッチコピーなかなかいいんじゃないですかちょっともう一回読んでいいですかとうとう嫁に行けない体になりました。2万円稼ぐために告白します。大橋です。もう結構これなんかフックうまいですね。吉谷さんのもう私を見る目が変わるかもしれません。かなかなかこれちょっとコピーうまいんじゃないですか ?50 歳なので今更結婚なんて無意味かもしれませんが。 まだまだ青春乙女でハートは万華鏡な私ですお酒は大好き男は大好き <laughs> アグレッシブですね50歳でもアグレッシブ今でも飲み会は20代の擬音でブイブイ言わせてた時代を思い出すがごとく盛り上がっていますお酒を飲んで、えー、盛り上がって、えー、騒いで盛り上げるのが私だと自負しています ギャハハと笑って豪快に飲む私がやらかした秘密を暴露します。今では世の男どもは <laughs> 私にひれ伏しやがれと言わんばかりに酒と笑いと,女と男と女をサッチ劇場を繰り広げておりました。今まではそうだったんです、今までは。でもやはり体は50代になりました。最近お酒を飲む,と,飲むと緩くなるんです。あそこが <laughs>。 なかなかファンキーじゃないですか女。女子でね、このあそこっていうのはなかなかファンキーですね。あそこといえばあそこです。まあ、モテモテな時代もありましたけど、あそこは、えー、あそこはあ、あれではなくお尻です。あ、なるほどね。あーすいません。すいません。勝手に想像しちゃいましたね。えお尻の穴が緩いですと。<laughs> 結構やっぱね、尻ネタ多いな。 え、ままだわかりませんかケツのケツのケツの、ケツではなく腸が緩くなるんですうーんなるほどお酒を飲むとすぐトイレに行きたくなりますなるほどまあトイレに駆け込めばいいんですが飲んでるとそれがま痺するみたいです今年の春ですが東京秋葉原でお酒を飲みすぎてぶっ倒れていました救急車に運ばれて目が覚めると夜中1時病院のベッドにいましたすごい飲みましたね 目が覚めて動いた瞬間、看護さんが駆けつけて、あなた飲むすぎなんですよとお叱りを受けて、すいませんと言いながら自分の姿を確認すると、人生初の大人なオむつを装着していました。えっ、ー、て感じで、慌ててオムツは外しましたが、ショーツは、ショーツ袋入って、うんまみれ <laughs>。マジか。さすがにうんまみれのショーツを箱くわけにいかず、帰りの飛行機の時間もあって、ノーパンにスカートで慌てて退院しました。 朝の,朝の羽田空港でフラフラになり歩きながらお尻はスースーもう一つ最悪なことに羽田空港に財布を忘れてましたすぐに見つかり2日後に帰ってきましたが3日後入院費4万プラスおむつ代の請求が誘送されてきましたへー4万とおむつ代なるほど痛い出費ですもちろん心も痛くなり東京では絶対飲まないと誓いましたほとぼりが冷めた頃人は同じ無知を繰り返します夏の新宿某所 楽しい仲間でたこ焼きパーティー私は関西で磨いた職人の技,技のたこ焼きを作りみんなから絶賛されていました調子に乗っておいしいワインをガブ飲みし目が覚めた新宿警察の <laughs> サチューあ言っちゃったもういいや <laughs> サチュー言っちゃったえー、新宿警察がお世話になってましたお姉さんお名前は住所はサチュー な,な,なんでこんなところで寝てんねん、私と。ここでどこやねん。もう関西弁丸出しの怪しいおばちゃんです。記憶があまりなくその後ホテルまで連れて行ってもらったようで、履いたズボンはまた踏んまみれ慌。慌ててボディシャンプーであれ、チェックアウトの時間になり、ドライヤーで乾かす間も合わず、濡れたままのズボンで踏で空港に向かいました。いつどこでどうやってしまったのか覚えていませんが、それから東京の飲み会があるたびに、今日はマーキングしないよね、なんて言われます <laughs>。<laughs> マーキング。 動物か犬か犬か,犬かも,うもう犬扱いです。いや、もう犬以下です。年齢とともに酒癖が悪くなっています。こんな私でも生きていけるでしょうかでも、生き恥をさらして優勝賞金になります。ファンにまみれて汚れた女。赤のやつに勝って優勝するぞと。いやー、素晴らしい。赤のやつね。まあでもね、コピーうまかったっすね。これ、書き方うまいな。これ、うまかったですね。 でもね、なんかね、すいませんね、申し訳ないけど、やっぱね、ケツの穴緩い話多いな <laughs>。いや、僕もね、あるんですよね。まあ、それどっかで話したんですけど、僕もね、今年は、うんこね、洪水のごとく漏らしたんで、しかもね、女性と会う前にね。すごかったっすよ。うんこが、まあ、しょんべいみたいに出たんで、そう、えぐかった、あれは。マジで。 トイレで青ざめてましたからね、そのパンツを見て。どうするこれからみたいな <laughs>。なるほどね。まあでもコピーはうまかった。これはコピーはなかなかちょっとうまかったですね。うん。素晴らしい。はい。で、えっと、質問ですね。はい。こんな女でも生きていきますか真面目な質問はできねえや。ちなみに、ライティング力でどう見えたらいいんでしょうかいや、もうライティング力いいんじゃないですかこれ。結構うまかったんで。 うん、ライティング力磨かれてるんじゃないですかうんライティング力を磨く方法って簡単で書いて反応を見るだけなんですよ単純にまそれを繰り返すことです書いて反応を見る書いて反応を見る書いて反応を見るもうそれだけですだってライティング力って何なんですかそもそもライティング力って何ですかって話で <laughs> 相手にアクションさせる相手に反応させるってことじゃないですかクリックさせるのか 購入ボタンを押さすすののかかか読ませるのかみたいな話ですよねだら結局それっていうのは書いてみないと分かんないんで書いてテストしてで反応があったなかったっていうところで見てってで反応があったものを寄せてまたちょっと寄せていくとかね、まあ、そのなんか改善とか繰り返しでしかないのでうん,なんかそのなんか文章がうまいのとなんすかねその,なんかそのライティング力ってなんかその うーん,うーん言葉を変えると人を動かす力だと思うんですよ。ただライティングっていうのはあくまでも文章っていうそのツールを使ってるだけで本質的なところはその文章を通して人を動かすっていうことなのでアクションさせるってことですね。だから Web ページだと、まあ、YouTube とかもそうですけども、まあ、カスタムサムのようなコピーでクリックさせるとかタイトルでクリックさせるとか あのなんかまあ、まあ、まあ人を動かすことなんですよだライティング力ではないというかまあそうなんだけどももっと隠れてるところは人を動かす力みたいな感じですねじゃあどうやったら人を動くのかっていうとそれは人によって変わるわけじゃないですかだからその同じ商品だったとしてもペルソナを変えると全然反応が変わるだろうしその書き方ですよね 誰に書くのか,だか例えば、えー、60代女性に書くラブレターなのか20代女性に書くラブレターなのか同じ好きっていうことを伝えることでもね60代の女性に好きを伝えるライティングと20代の女性に好きっていう伝えるラブレターの書き方はじゃあ多分違うと思うんですよねこれ一緒ですかって話で違うんですよんだからそれはまあん相手の 反応を見て誰に書くのかっていうところがまずベースとしてやっていくっていうところが大事かなと思いますね。自分がどう書くかではなく何に,何に反応するのかって話ですよね。うん。はい。まあまあ僕は少なくともこのね僕はこれは面白いこの良かったなとは思うんでこの書き方ね。最初の導入部分も非常に興味性が出て良かったと思いますね。この書き方は。うん だとうとう嫁に行けない体になりましたっていう。これもね、YouTube のカスタムサムネイルとか、タイトルとかもすごいパン、これね、多分カスタムサムネイルですげえ、とうとう嫁に行けない体になりましたっていうのは、なんかすげえ、結構クリックしたくなる。で、そこで、あの、なんですかね。うん。まあ、2万稼ぐために告白します。うん。なんか、お金稼ぐために告白しますみたいな。ま YouTube のカスタムサムネイルだったらね。 ななんか何事だってなりますよね、うん、お金稼ぐためにやりましたみたいな <laughs> なんかその連想させるとはどういうことだ、うん、でもうんみたいなね、うん、この導入部分は非常に良かったな、うんはい、素晴らしい、はい、ということで、えー、ご参加ありがとうございました終わりたいと思います